右のレスラーが足4のあざ固めをかけている足4のあざ固めはプロレスの関節技である。英語名はフィギュアフォーレッグロック。別名スピニングレッグロック。技をかけた時に相手の両足がアラビア数字の4に見えるように交差することから命名された。つまり関数字で4と表記するのは誤り。古くはバディロジャースの得意技として知られるが、 日本においては、ザ・デストロイヤーによって、一般的に知られるようになった。ロジャース当時は、スピニングレッグロックと呼ばれており、アシオンのアザ固めの直訳元である、フィギュア4レッグロックと名付けたのはデストロイヤーである。ノンフィクション作家の柳沢健は、アシオンのアザ固めは、相手の協力がなければ、絶対にかからない技だ、としている。 1995年10月9日、東京ドームで行われた新日本プロレス隊 UWF インターナショナル対抗戦の武藤、刑事隊高田信彦戦において、武藤は高田の足を狙ってドラゴンスクリューや低空ドロップキックを連発し、最後は足4のアザガタメへ移行し、タップアウト勝ちを収めた。この試合以後、武藤は高田戦での攻撃展開を 自身の勝ちパターンとして定着させたほか、プロレス界全体においてもアシオンのアザガタメはフィニッシュホールドとして再度脚光を浴びることともなった。柳沢健は、武藤はアシオンのアザガタメをフィニッシュに使うことで UWF はプロレス以外の何者でないことを満点下に示したかったのである、としている。2000年以降も、 フィニッシュホールドとして使うレスラーは少ないものの多数のレスラーが使っている。ザ・デストロイヤーの場合は仰向けに倒れている。相手の左足をトリスピニングとホールドのように体を回転する。相手の右膝のあたりに取った左足のすねを上に乗せ、その上から自分の左足をかぶせるようにロックする。ジャックブリスコラのように体の回転を省略してかけるレスラーもいる。 足が太ければ太いほど強烈に締まり容易には外れない。裏返しの姿勢になると技をかけている方が痛いと言われているがテレビ朝日の報道ステーションにおけるインタビューでデストロイヤー自身は痛くない方法でかけることが可能だとして否定している。この駆け引きは試合での見せ場となる。デストロイヤーは左右の足を逆にして技をかけることもできた。ミスター高橋は 裏返しであろうとかけられた方のダメージが大きいと、裏返しの効果そのものを否定している。ただし、男性の人体の構造上、仕業者、被疑者ともに苦痛が伴うことは確実であり、デストロイヤーに関しては特殊な技術もしくは体質を保有していたと理解される。書籍、ザ・ストロングスタイルは、発症については3個の説があるとしている。 ネイティブアメリカンの拷問テクニックネイティブアメリカンの格闘技から取り入れたフロントインディアンデスロックの変形針金で縦横に組んで遊ぶゲームを考えていたとき足で試したら痛かった翌2月3日にヨシハシから同義で勝利した際は相手となっており対戦相手によって変わっていくと思われるその他タランチュラと呼ばれる技のバリエーションとして足4のあざがためをかけながら ロープにぶら下がるものがある。足4のあざ固めは相手の足を4の字上にクロスさせるものだが、自分の足、または腕を利用する4の字は多くの関節技締め技、またはフォール技に使用される技術である。足4の字で相手を締めるものには、首4の字固め、三角締め、同絞り目がある。足4の字で相手の腕を極めるものは、キーロックである。また、 バックマウントポジションでのトップライドや、片蛇固めを狙う場合においても、足4の字で相手の股関節をロックし、コントロールすることがある。腕4の字を使って相手の関節を極めるものには、等ホールド、ダブルリストロック、トップリストロックなどがある。ありがとうございます。